はい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 。今日はですね、ジャイアンツの FA 過去10年間一体どういう選手を取ってきて、その選手がどんな活躍をしたのかというところを少し振り返っていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ジャイアンツの FA 選手というところを見ていきたいなというふうに思っております。まあ最近ですね、まあ FA のね、宣言するとか宣言しないとかいろいろね、話題になってるかなというふうに思います。で、その中で今季オフのジャイアンツというのは補強するんじゃないかっていうふうによく言われてますよね。うん。まあ大山選手を取ってくるのか、甲斐選手を取ってくるのか、 DeNA の佐野選手を取ってくるのか、まあいろんな噂出回ってると思います。その中で巨人の過去10年間、今2024年ですよね、だから2014年から2024年までのこの過去10年間の間、どういった選手を取ってきて、どれくらいの年俸で、どれくらいの活躍をしていたのかというところ、まあ、しているのか、まあ、現在進行形の選手もいますから、まあ、どういう成績出してんの、果たしてその取ってきたメリットに、見合うだけの活躍した選手いるのっていうところをちょっと見ていきたいなって思ったんですよね。はい。まあ皆さんももしかしたら興味あるかもしれないんで、今日はそんな感じでね、やらさせていただこうかなというふうに思っております。はい。ですね、まあ巨人はですね、まあすごく、まあ FA 取ってくるよと、うん、もう金に物言わしとんぞというふうにね、まあ言われる方もいらっしゃいますし、まあ実際過去10年間見てると、まあ結構な数ね、10人以上取ってきてるわけですよ。はい。だからね、その選手たちがまあどんなメンツだったのか、まあどういう成績を出してたのかっていうところを、まあ今日見ていきたいと思います。はい。じゃあね、古い方から行った方がいいですよね。古い方から行った方がいいですよね。はい。だから2014年の方からね、見ていこうかなというふうに思っております。はい。まず見ていく前にですね、まあ全体像というところを捉えておいた方がいいかなというふうに思うので、ちょっとお話していきたいんですけど、まあはっきり結論を言うと、僕の感覚ですよ、僕の感覚、あくまで主観的な感覚ですけど、まあたくさん取ってきてるわけですよ。うん、たくさん取ってきてるわけですけど、それに見合う、まあ年俸であったりとか、まあいろんなところを含めてね、うん、それに見合う選手っていうのは、まあほとんどいない。まあ僕が思うに、まあ2人ぐらいかなっていう、2人ぐらい、うん、まあそれが丸さんと、まあ山口俊さんなんですけど、まあその2人ぐらいちゃうかなっていうふうに思ってるんで、まあ皆さんもね、まあいろんな意見あると思いますけども、今からね、個別の選手言っていきますけども、まあこの選手見合ってるなとか、この選手見合ってないなって、ちょっと思いながらね、そう聞いていただけると嬉しいと思ってます。はい。じゃあ2014年から見ていきたいと思います。まず2014年、大竹寛さん来ましたね。3年総額約5億円というところ、はい。でバーッと言っていきますね。で、2014年、片岡康さんも来てますね。康さん、はい、2年総額3億円でございます。はい。で2015年、相川さん来てますね。相川さんが1年契約の年俸7000万というところですね。で2015年もう一人、金城さん来てますね。金城さんも1年契約で4000万円というところですね。すごいですね。これだけでもすごいですね。で次2016年いきます。脇屋さんが帰ってきております。はい。単年契約年俸2400万。あ、安いですねこれね。はい。こっから高くなっていきますよ。はい。2016年、森福さん、はい、2年総額4億円でございます。はい。すごいですねこれ。で2016年、山口俊さん、3年総額7億円でございます。この年やばいね、2016年ね。2016年もう一人いっております。
ヨウダイカンです。ヨウダイカンです言うてもだ、はい、ダイカンさんね、はい、5年総額なんと15億でございます。はいはいはい、やばいですねこれ。15億やばいですね。はい、2016年やばいですね。2016年4人取ってるんでね、はい、で結構年俸みんな高いんですごい契約ですねこれね。はい、で次2017年いきます。野上さんでございます。野上さん3年総額4億5千万、すごいねこれもね。はい、で、次18年に行きまして、銀さんでございます。住谷銀次郎さんです。はい、3年契約年俸1億5千万というところですね。これもすごいな。うん、でこれ最高額でございます。丸義弘選手5年総額25億5千万円というところで、もう桁が変わってきましたね。これすごいねこれね。25億すごいね本当に。はい、で2020年、2019年は誰もいなくて2020年いきます。梶谷選手でございます。4年総額8億円でございます。はい、1年で言ったら2億円です。はいはい、でラスト2020年、伊能投手でございます。はいはい、2年総額2億円というところで、まあ今10年間の FA 選手見ていきましたけども、すごい額やなと。うん、まあ何千万っていうね選手もいましたけど、ほとんどが億、ましてやその10億を超えるような人もね、数名いましたね。何人かね、2人ぐらいはいましたね。はい、素晴らしい補強ですね。補強通貨素晴らしい金払いですね。はい、正直言ってね。はい。で、2020年が最後の補強なんですね。で、2021年、22年、23年と、ジャイアンツは FA 選手をね、取れてないわけなんですよね。うん。まあ、今よく言われてるのは、巨人にもう魅力がなくなったんちゃうかとか、うん。他の球団も、すごくね、まあ、いろんな意味で、いい条件を出してたりとかするんで、まあもう巨人、FA と言ったら巨人、まあこの時代は古いんじゃないかとかも今ね、現状、巷ではね、言われてますと。確かに、まあおっしゃる通りかなというふうに思いますし、昔で言ったらね、ジャイアンツブランド、ドーンありましたよね。うん。なんか僕のおじいちゃんも巨人ファンなんですけど、何でしたっけ、大砲、目玉焼き、巨人軍って、なんかあるじゃないですか、そういうやつ。僕すいません、ちょっと忘れてしまうんですけど、それぐらい、なんかその王道というかね、うん、ジャイアンツ、巨人というブランドみたいなんて、ドーンって、昔あったと思うんですけど、まあやはり、少しね、まあ近年そんなことはないと。うん、他の球団も頑張ってるよ、というところもありますから、まあ選択肢がいろいろ広がったっていうところかなというふうに思います。ただ、やはり今年はね、僕補強してほしいと思うんですね。やっぱりこう出てないから、野手を頑張って補強してほしい。もうこれが僕の願いでございますと。でその中でまあ少しね、先ほど言ってったような選手のまあ成績なんかもちょっと振り返っていきたいんですけど、まあさらっといきます。これもな、もう過去の話なんで、はい。まず菅さんから、大竹菅さんからね。はい、まあ成績見てても、まあやっぱりこう移籍初年度9勝を上げてるんですけども、そっからあんまりね成績が良くなくて、まあ期待された成績には至らなかったっていうところですね。で安さんに関しても、まあ初年度からね主力として活躍してたんですよ。セカンドとかで出てたんですけど、まあ故障がね多かったんですね。で最後に2017年にはね現役引退を表明したというところですね。で相川さんも、まあ、スワローズから来て、まあ、主にバックアップ捕手という感じで、3番手とかね、まあ、そういった感じで、チームに貢献してくれましたし、2017年にね、現役引退を発表されましたというところですね。で、金城さんも、まあ、出場機会来たんですけど、まあ、出場機会あまりなくて、まあ、翌年ですよね。翌年というか、そのシーズン終了後に、まあ、引退を表明というところですね。で、脇屋さんも、まあ、その、16年に来て、まあ、代打とか守備固めでの起用で、まあ、17年のシーズン終了後に、まあ、引退表明と。で、森福さん、ちょっとひどかったなと思います。もう僕的にはね。はい。まあ、16年に来たんですけど、まあ、17年、まあ、ちょっと30試合投げてますけども、まあ、なかなか左の中継ぎとしてね、やってほしいっていうところはあったんですが、
かなかこう振るわなくてね、まあ2軍が長かったりとかしまして、まあ19年に現役を引退というところですね。で、シュンさん。まあこれシュンさんは良かったですよね。シュンさん良かったです。はい。まあ2019年には最多勝と最高勝率のタイトルなんかも獲得しましたし、まあ一時期エースなんかっていう感じでね、まあ菅野、うん、山口みたいな感じでね、もうダブルエースみたいな感じになってましたから、非常にね、素晴らしい活躍をしてくれましたと。ただ、まあメジャーにね、その後、挑戦したりとか、まあ戻ってきたりとか、まあいろいろありまして、まあでもまあね、しっかり活躍してくれたっていうのはね、僕の印象にはありますと。で、大観。もう大観って言ったら、大観さんね。大さん。僕、いつも大さんって呼んでたんでね。はい。で、大さんもね、正直なかなか、これちょっときついよね。僕、俺、成績をね、ここパソコンで見てるんですけど、ちょっときついね。87試合、80試合、88試合。それはダメだろ。15億もらっててね、これはね。はい。まあ、故障の影響で出場機会限られて、まあ、成績残せませんでしたっていうところですね。で、野上さん。野上さんも、まあ、あまりね、故障とか、不調もありましたよね。ちょっと結構故障が多かったんですね。で、それで、ほぼ登板がね、あんまりなくてですね、まあ、ダメだったっていうところですね。もう、多いよね。正直。それ多いよね。本当に。はい。で、銀さんは、まあ、初年度はちょっと正捕手的な感じでね、いい感じだったんですけども、まあ、その後ね、結構ね、出場機会がバーって減ってって、まあ、楽天に行ったっていう感じですね。で、丸さん。丸さんがね、もう一番素晴らしいと思います、正直ね。はい。もう丸さんはね、まあ、移籍後も安定した成績を残して、まあ、今年なんかはね、まあ、一番バッター、務めてくれてましたし、もう非常にね、もうありがとう、丸。来てくれてありがとう。丸さんありがとうっていう感じですね。本当に素晴らしいと思います。で、梶谷選手。もう梶谷選手は本当に、まあ、原監督言ってましたけど、梶谷は、すみません、ちょっと真似しますね。梶谷は、リハビリをしに来たのか。ちょっと似てます？うん、まあそんな感じでね。本当にリハビリしに来たんかぐらい、本当にマジでね、試合もほとんど出てないので、ちょっとまあほとんど出てないことはないけども、うん、まあね、なかなか出れてないっていうところがあったんで、まあちょっとね、まあこれもまあ現役引退されてましたけども、まあちょっとね、まあ年俸には見合ってなかったかなっていうところですね。で、最後、伊能さんもですね、まあ、なかなか故障とか、まあ、不調とかね、まあ、あってですね、なかなか登板もしてないというところもあって、まあ、まとめるとですね、もう、丸さんと俊さん以外、ちょっと厳しいんちゃうのって、うん。でね、今ちょっと振り返ってったらわかる通り、巨人で最後こう、現役終わる選手多すぎないっていうね、うん。もう、まあ、晩年の晩年ですよ。晩年の晩年で取って、今年、ラストシーズン巨人でやって引退っていう人があまりにも多いんで、ちょっとね、どうなのかなっていうところありますよね。まあまあよく言われてましたけども、原監督はなんか最後、もうちょっとこう、まあ弱ってきてる選手というか、ちょっともう晩年、もう最後になってきてる選手を取って、なんかその選手を、まあ原ファミリーじゃないけども、巨人ファミリーに入れるみたいな、感じのスタンスが結構あったんちゃうかみたいなことを言われてたりとかね。まあ、落合さんもね、結構そういう感じはあったんじゃないかって言われてるんですけど、まあね、まあ原監督にね、一緒に野球やらないかっていうふうに言われたら、まあそれはちょっとね、心揺らいでしまうところはあるかなとは思うんですが、まあこれ見てるとですね、なかなかね、こう、もう、巨人に来て、FA で来て、成績が上がったっていう選手一人もいないんでね。まあ、丸さんも非常に安定的なね、成績を出してくれてるんですけど、まあ実際、広島の時と比べると、やっぱり広島の時の方がね、出してた。まあ、それは年齢のね、関係もあるのかもしれないですけども、まあやっぱりこう、FA できて、その、球団で、ね、うん、前の、球団の成績を上回るっていうのは、すごく難しいことなんじゃないかなって。ここね、もう一回ね、他の球団も含めてね、ちょっとこう、調べたいなっていうふうに思うんですけど、巨人の場合で言うと、ここ10年間、まあ十数名 FA で来ましたけども、一人も前年というかね、前の球団の成績を上回ってくる選手がいなかったというところなんで、まあこの統計というかね、この結果を元にすると、今年ね、大山選手とか、甲斐選手とか、佐野選手とか、まあいろいろ言われてたりしますけども、
もしかしたら巨人に来たらみんな成績下がっちゃうんじゃないかなっていうところも、まあ統計としてね、今のこのデータとしてなんとなくそんな感じがするので、まあ都市の関係とか、まあいろいろあるとは思うんですが、まあ大山選手なんかもね結構若いんで、取って欲しいなというかね、まだまだ巨人に来て成績上がる可能性もあるのかなというふうなところはありますけども、まあ非常に、まあ、ここ10年を見ていくと、前の球団よりも上がった選手っていうのは一人もいないというところで、まあ、まあ仕方ないところもあるかもしれません。まあ巨人はいろいろね、メディア球団ですから、いろいろ取り上げられますし、目立ったりとかね、ちょっとこう、変な問題行動もね、起こしづらいっつうか、うん、まあいろいろね、人の目がね、あるというところで、ちょっとこう、前の球団の環境と少し異なるところがあるのかなというふうに思うので、難しいかなとは思うんですが、やはりね、まあ巨人ファン、一巨人ファンとすればですね、やはり活躍してもらいたい、優勝にね、貢献するような活躍をしてもらいたいっていうのがありますから、ぜひね、今年、大山選手、僕は大山選手をね、取ってもらいたいなというふうに思うし、まあなんか、ちょっと余談ですけど、まあ大城選手もなんか FA するんじゃないかっていうような噂もね、あったりしますけど、僕はしないんちゃうかなと思ってまして、なんか、X かなんかで見たんですけど、菅野さんとか、誠司さんと、なんか韓国旅行かなんか行かれてるようなね、うん、なんか写真が出回ってきたんで、出回ってきたというか僕のところに入ってきたんで、まあそういった意味で、出るんだったら行かねえだろうっていう、そんな韓国旅行なんか行かねえだろうっていうふうに思うので、うん、ジャイアンツに残ってくれるんじゃないかなと思うし、まあはっきり言うとね、はっきり言うと、もう大城さんも、ちょっと頑張ればレギュラーになれると思うんですよ。うん。だから、結局もうしっかり打って、ちゃんとやれれば、全然もう一回ね、使用機会増やせると思うんで、そこでね、FA、やってもね、うん、っていうところはあるかなっていうふうに思うんで、僕だったら、出ずに、うん、もうほんま、岸田、絶対もう一回こう、俺が頑張るぞっていうところで、頑張ると思うんで、そこでね、そういった意味でも、まあ、巨人にね、いてくれるんじゃないかなっていうところがあるんで、だったら、岡本選手の後釜というか、岡本選手がメジャー行った時の、大山選手というところで、大山選手は本当にね、獲得してもらいたいなっていうふうにね、僕自身思っております。はい、そんな感じでね、今日は過去10年間、うん、の巨人の FA 選手というところをね、ちょっと お伝えしてきました。まあ、まあ、もう一回結論言いますけども、丸選手と山口俊選手以外、ちょっとね、投資した額回収できないんちゃうかみたいなところはね、ありますけども、まあ、21年、22年、23年、FA 選手取ってないわけですから、巨人の中にもお金貯まってるんじゃうのっていうところありますから、今年はね、本当にがっつりね、行って、補強して、来季も優勝して、次はね、ソフトバンクなのか、どこが来るか知らんけども、日本一ね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。